地下室の手記ドストエフスキー2ボタユキにちなんで7続きから僕は不意におじけづいたのだった本当に一度として一度として僕はこれほどに深い絶望の光景を目の当たりにしたことはなかった女は顔をぴったりと枕に押し当て両方の手で頭を抱えてうつ伏せに横たわっていた胸が張り裂けそうだったのだ 彼女の若々しい肉体は、まだ痙攣に襲われたように、ピクピクと震えていた。こみ上げてきた洞窟が、胸を押さえつけ、引き裂かんばかりだったが、不意にけたたましい号泣となって、外へほとばしり出た。すると、彼女はさらに強く枕に顔をうずめた。この家の誰にも、ただの一人にも、自分の苦しみと涙を、知られたくなかったのだ。彼女は枕を噛みしめ、血の出るまで、自分の手を噛んだ。 僕は後になってそれを見たかと思うとほつれみ出した髪をキリキリと指に絡めてそのまま息を殺し歯を食いしばってじっと動こうとしないのだった僕は彼女の気を沈めてやろうと何かの言葉を口に出しかけたがとても僕の力には余るような予感にとらわれ僕自身不意にお金に襲われたようにほとんど恐怖に近いものを感じながら手探りでそそくさと帰り自宅にかかった 辺りは暗くて、どんなにやっきになってもそう早くは身支度を終えることができなかったふと僕はマッチ箱とまだ新しいろうそくを立てた食材に手を触れたろうそくの火が部屋の中を照らし出すが早いかリーザは不意に飛び起きて妙にゆがんだ顔に反響乱のような微笑みを浮かべながらその場に腰を下ろしうつけたように僕の顔を見つめ出した僕は彼女の横に座ってその手を取った 彼女は我に返って、僕に飛びつき、僕を抱きしめようとしたが、その勇気はなく、僕の前におとなしく頭を垂れた。リザ、友達の君を僕は訳もなく許してくれよ。僕は言いかけた。けれど、僕の手を握りしめる彼女の指にあまりにも力がこもっているので、僕は見当違いを言っていることに気づいて、口をつぐんだ。僕のアドレスはここだよ、リザ。訪ねてきてくれ。行くわ。 彼女はきっぱりした口調で囁いたがなお頭を上げようとはしなかったじゃあ帰るよさよならまたね僕が立ち上がると彼女も立ち上がり不意に真っ赤になってびっくりと体を震わせると椅子の上に置いてあった肩掛けを手に取り顎が埋まるぐらいすっぽりと肩にかけたそうしてから彼女はもう一度どこか病的な微笑を漏らし顔を赤くして奇妙な目つきで僕を見つめた 僕は胸が痛くなり、急いでこの場を立ち去り、姿をくらましたい衝動に駆られた。待っててね。もう、玄関の戸口まで来てから、彼女は不意に僕の街灯を掴んで引き止め、こう言った。そして、せわしなくろうそくをその場に置くと、さっと、駆け出して行ってしまった。多分、何かを思い出したか、何かを持ってきて、僕に見せるつもりだったのだろう。走っていく時の彼女は、顔を真っ赤にしていて、目はキラキラと輝き、口元には、 微笑を浮かべていたなんということだ僕は心にもなく彼女を待っていた1分ほどして彼女は何か許しをこいでもするような表情を目に浮かべて戻ってきたともかくそれはさっきまでの陰気臭い、猜疑心に取りつかれたかくなな顔や眼差しとはまるで似ても似つかぬものだった今の彼女の眼差しは懇願するような穏やかなもので同時に人を信じきった優しい オズオズとしたものだった子供たちが自分の好きでたまらない人何かおねだりをしようとする人を見るときのあの目つきである彼女の目は明るい茶色で大変に美しく愛情でも暗い憎悪でも思いのままに映し出すことのできる生き生きとした目だった一言の説明もなしにまるで僕が何か思考の存在で説明抜きでも一切を承知していると言わんばかりに彼女は 1一枚の紙切れを僕に差し出したこの瞬間の彼女の顔はそれこそ無邪気な、まるで子供のような勝利感に輝き渡っていた僕は紙切れを広げたそれはどこかの医学生かまあそういった種類の男から彼女に送られてきた手紙で恐ろしく仰々し華やかな文章で綴られていたがそのくせひどく低調な恋の告白だった言い回しはもう忘れたが調子の高い言葉の端々に 作り物では出せない真実の感情がのぞいていたことをよく覚えている。読み終わると僕は自分に向けられている熱っぽいもの言いたげな子供のように請求な彼女の眼差しを感じた彼女の目は僕の顔に釘付けになり僕が何を言うかとじりじりして待っているふうだった彼女は言葉少なり簡単にけれどいかにも嬉しそうにというよりむしろ誇らしげに 僕に説明して聞かせた。彼女は、ある家庭で催されたダンスパーティーに出席したのだが、そこの人たちは、それはそれはいい人たちで、ちゃんとした家庭を持っていて、それに、まだ何も知らない、本当に何も知らないんです。というのだ。というのも、彼女はここでも、まだほんの新顔で、ただちょっと来てみただけで、ずっとここにいるつもりなんかまるでないし、借金さえ払ってしまえば、 必ずここを出るつもりでいるのだからそれでこの学生もそこに来ていてその晩はずっと一緒に踊っていろいろ話してくれたんですそしたらその学生とはまだリガにいた自分子供の頃に知り合っていて一緒に遊んだこともある仲だと分かったのそれはもうずっと前の話だけれどそれでも私の両親のことは知っているのよそれからこのことは何も何も何も知らないし疑ってもいないんです それで、そのパーティーの翌日、パーティーに連れて行ってくれた女の友達を通して、この手紙を届けてくれたの。それで、ええ、そういうわけなのよ。彼女は、どこか恥ずかしげに、キラキラと輝く目を伏せて、その物語を終わった。かわいそうに、彼女はこの学生の手紙を、宝物のように大事にしまっていた。そして、自分のただ一つの宝物を取りに、駆け戻ったのだった。 彼女もまた、真面目に、心から愛されたことがあり、丁重な言葉をかけられたことがあるのを知らないまま、僕が立ち去ってしまうことに耐えられなくて。おそらく、この手紙は、そのまま何のこともなく、手文庫の中にしまい込まれたままに終わるはずのものだったのだろう。しかし、それでも同じこと。彼女は生涯それを宝物として、自分の誇りとして、自分の身の証として、大事に持ち続けていたに違いない。それが今、 こういう瞬間に、彼女は、この手紙のことを思い出し、それを無邪気に、僕に自慢して見せたいばかりに、僕に対して、自分の本当の姿を見せつけたいばかりに、僕に見せて、褒めてもらいたいばかりに、わざわざ持ち出してきたのだ。僕は何も言わず、彼女の手を握って、外へ出た。僕は、帰りたくてならなかったのだ。ボタゆキが、まだ綿毛のように振りしきっていたが、僕は、 家まででずっっと徒歩で帰った僕はへとへとに疲れ押しつぶされたようになってしかも心には迷いを感じていたけれど真実はすでにその迷いの影からさえきらめいていたのだ忌まわしい真実は8とはいえ僕はすぐにはこの真実を認める気にはなれなかった 朝方、数時間の鉛のように深い眠りから目覚めてすぐさま昨日一日のことを余さず頭に思い浮かべてみた時には僕は昨日リーザに対して取ったセンチメンタルな態度や昨日の恐怖や憐憫の全てに驚きの念をさえ感じたものだった。